社会人、社会人はアサイビールのシルバースターというところで長年やっていたんですけども、試合の中でですね、培ったあの、まあ、経験だとか、その試合前に準備した、まあ、仲本の思い出だとか、そういう部分ですね、印象深かったのは、1999年に社会人で日本一になった試合と、まあ、その1年間のシーズンのことですね。それと、まあ、晩年36歳の時にサムライウォリアーズっていうですね、あのアリーナフットボールのジャパン代表チームを組成して、アメリカのプロチームとですね、シアトルで戦った試合がございまして、本場のプロチームとやってですね、タックルされて鼻の骨が折れて、一瞬ちょっとこう死んだかなって思うような経験があって、国内でやってる試合とは規格外ですし、相手はあのプロですから、選手生命もかかっているし、自分の生活もかかっている、そういう相手とですね、戦った経験っていうのがすごく自分の中では印象的でしたね。ずっとあのオールジャパンの、はい、あの期間は結構長かったんで、まあ、学生時代からずっと通算して、今思えば当時のその篠竹監督はね、人生はスピードとタイミングだと言ってたんですね。学生時代にそれを聞いた時にあまりこうピンとしなかったんですが、まあ、今になるとですね、フットボールのプレー自体もですね、当然そのスピードとタイミングっていうのは重要であって、相手がいることですから、あのスピードは求められますけど、そのタイミングですね、ここを逃さないっていうのは全てに共通することだと思うんですよ。今日言ってあかんかったけども、もしかしたら明日やったら成功する可能性は残されてますよね。ですんで、最後までそのタイミングを逃さない、ダメでも、まあ、何遍でもですね、アタックしていくぐらいの、まあ、そのマインドがすごく重要だと思いますし、ラッキーだったというところは、やっぱりそういうタイミングが何度かありましてですね、絶対にそれはもう諦めないっていうぐらい、こう自分の中で執着を持ってですね、必ずそのレギュラーになる、絶対にあの試合に出るっていう、その強い意志を持ち続けていたんで、今こういうふうに話ができるんだと思うんですよね。目指しているそのフィールドがどこかっていうことによっても、まあ、その人の立たされるポジションが違うと思うんですよ。その立ち位置によって現れてくるそのチャンスっていうのも、すごく少なかったり、まあ、しょっちゅうこうあったりするじゃないですか。でもそこはやっぱりその自分がどこを目指しているかっていうその執着心ですよ、ね。日頃から明確にその言葉に落としてですね、まあ、文章にして自分の中でこう思い描いていればですね、必ずそのチャンスっていうのは、あ、来たみたいな、そういう場面っていうのが増えてくると思うんですよね。自分では分かってるんだけど決めたくないですよ。なんで決めたくないかって言ったら、いくつかの可能性があるからですよね。でもこれ経営も同じですけど、決めないとですね始まらないんですよ。こう機能がそっちに動いていかないから。例えばぼんやりでもいいからね、どこで住みたい、どこで働きたい、誰と、どんなこと、いつまでに、いろいろあるじゃないですか。だけどもそれをぼんやりだけどやっぱり決めないといけない。